皆さんこんにちは。舞台エウリディケで危険で面白い男と地下の国の王を演じます崎山翼です。嬉しかったです。純粋に演出の白井明さんと2023年の3月に、サンソンという作品でご一緒させていただいて2回目の、オファーということですごく嬉しかったですし、また役もですね、危険で面白い男というちょっとこう難しそうな役なので、それに挑戦できるっていうことも嬉しかったですし、すごくこう身の引き締まる思いでした。なんか不思議な気持ちになりましたね。なんか小説と昔話と絵本を読んでいるような、なんかそんな不思議な気持ちになりましたし、なんか読んでてもこれを演劇にするどうやるんだろうっていう、で実際僕の役のところを読んでも地下の国の王っていうところが、まあそのアプローチというかどうやってやるんだろうなっていう、こうなんだろう、想像をかきたてられるような、なんかそんな本でした。はい、楽しみです。こうワクワクするような、そしてお客様の中には2024年一発目のこう感激になるお客様ももしかしたらいらっしゃると思いますので、ぜひそんな演劇のスタートにふさわしいそんな作品にできたらなと思っております。ぜひ世田谷パブリックシアターにてお待ちしております。